的に提供されているる鶏肉とごまを使ったアメリカ風中華料理であるセサミチキンは、さっそうとお鶏に似ているものの、セサミチキンにはスパイシーな味付けではなく甘みのある味付けをする。骨なしの鶏肉に衣をつけてあげ、コーンスターチ、ビネガー、ワインもしくは、紹興酒、鶏ガラスープ、砂糖から作る赤茶色の、とろりとした甘いソースをかける。砂糖を加えることで、 セサミチキンの甘みのある味が引き出される。ソースをかけた後、最後に上からごまを散らす。ごまはいったものを使うことも、いらずに使うこともある。この工程で完成とすることが多いが、ブロッコリーやベビーコーンのような野菜を添えることもある。セサミチキンの派生料理として、セサミシュリンプがある。セサミシュリンプは、セサミチキンに用いる鶏肉の代わりにエビを使用した料理であり、 調理法は、ほぼ同じであるが、火を通す温度と時間が鶏肉を用いる場合とは、異なる。また、ごまの代わりにアーモンドを用いた料理も存在し、これは、アーモンドシュリンプと呼ばれる。ステップスユージングライスフラー、レシピステップス。ありがとうございます。